みんな、そろそろ出れる？お花も買っていかなきゃいけないんだからね。あやこ姉ちゃん、俺の服は？知らないって。もうあんた、ハルトじゃないんだからさ。さあ、ほら。行くよ、ハルト。あんたはもう一遍死んで生き返るんや、キリュウさん。俺らについてくれたら十分見返りがあるっちゅうこっちゃ。近江連合直参渡瀬組の総力を挙げて保証させてもらいます。だがそのためには花輪に生きていられちゃ困るってわけだ。ええ、俺の計画はこうです。まずあんたと同じ体格の死体を一つ用意します。それが花輪さんと一緒に見っかれば大道寺には桐生さんに見える。世間的にはどっちの死体も身元不明。俺と同じ体格の死体か。そんな都合のいいもんが用意できんのか。近江連合をなめんでください。すぐ調達できますわ。あとは俺らにも抱き込める検視官はおりますんで、今度はこっちが大道寺を出し抜いてあります。なるほど、どうやらいい話らしい。ご理解いただけたようで。ああ、俺が桐生一馬だったらの話だがな。あんたまだそんなことを。さっさと花輪を返せ。こっちの用はそれだけだ。桐生さん、人違いだと言ってる。はあ、黙って見合っとってもしゃあない。それは見ての通り赤い虎です。どういう意味だって聞いてんだ。大阪の蒼天堀に赤目っちゅうホームレスたちを取り仕切っとるもんがいます。そいつんとこ行ってこの赤虎を見せてください。花輪さんも今車で蒼天堀に移送中です。それを追いかける手がかりになります。なんでそんな真似をする。俺らにしても親父に話聞いとるだけで、あんたがどれほどの男かよう知らん。なんで手間暇かけて仲間に引き込まなあかんのか。証明してもらわんことにはいい加減こっちもアホらしいようになってくる。アホらしいってのはこっちのセリフだ。そもそも俺は桐生じゃないと。あと一遍でも言うたら花輪は殺す。蒼天堀には一人で向かってもらいます。もし他に連れてきたらその時点で交渉はしまいや。俺らが会うことは二度とない。花輪さんは死体も上がらんで。こいつを赤目ってやつに見せたらどうなる。やってみたら分かります。赤目は蒼天堀川の南側を縄張りにしておりますんで、その辺りで人に聞けば会えますわ。俺からのヒントはここまでや。ゲームのつもりか。ええ、せやけど悠長にやるつもりはありません。堂島の竜が噂通りの男やったらすぐ答えにたどり着く。そうやないならこっちから見切りつけるだけや。花輪さん見捨てる気やったらそれも結構。好きにしたらええ。もしもし。俺だ、住職。
上流だ。連絡をお待ちしてました。花輪さんはどうなりました？まだ人質に取られてる。場所は蒼天堀のどこか、近江連合の町だ。俺もこれから向かう。では私は何をすれば？3日経って連絡がなかったら、このやり取りを大道寺の連中に伝えてくれ。その場合俺は花輪の救出にしくじったってことだ。花輪の命はあんたらに託す。どうでしょう、一派が花輪さんやあなたの救出に動くとは思えません。ああ、だが伝えておくべきだと思ったんだ。もし俺が死んだら、もう花輪の居場所は誰にも分からなくなるんだな。分かりました。お心遣いに感謝します。失礼。赤目ってやつを知りませんか？赤目？さあどうやろな。あんた誰や？別に怪しいもんじゃ。夜にそんなグラサンかけとるもんがかいな。いや、それは。まあいいわ。赤目のことやったらホームレス捕まえて聞いたらいい。ホームレスはその辺におるやろ。すまない、赤目ってやつを探してるんだ。ああ、今日は見とらん。いつもその辺歩いとるんやけどな。どんなやつだ？よそもんに余計なこと言うてあの人怒らせとうないんや。聞くんやったら他のもんに聞き。なあ、赤目ってやつを知らないか？赤目さん？ああ、それやったらほら、あれや、駐車場の方に歩いてったで。急いでったらすぐ追いつくわ。どんなやつだ？特徴は？行ったらすぐ分かるわ。早う行かんとどっか行ってまうで。あ、なんやおっさん。赤目ってやつを探してる。聞いたことは？赤目さんに何の用や？さあな。ああ、なんやだ。悪気はねえんだ。ただ赤目を探してこいつを見せるように言われてる。な、ちょ待ておっさん、それ。こいつは何なんだ？なんや、あんた知らんのか？そうかいな。よかったら何なのか教えてくれ。さらわれた仲間探すのにこれだけが手がかりなんだ。何も知らん、あんたが持っとってもしゃあない。わしらがもらっとこな。ええやろ。どうやら聞く相手を間違えたらしい。えらい余裕やな。おまビビっとるんちゃうか？グラさんでよう分からんけど。やめとけ。お前らに怪我させるつもりはねえんだ。ええから、それよこせよおっさん。口で頼んでるうちんな。警告はしたぞ。そらこっちのセリフや。まぬけ。
お前らじゃ拉致が開かねえ。茜んとこに案内しろ。これ以上手間かけさせんな。そんな相手に凄むんやめや。初めて見る顔やな。蒼天堀まで来てえらい度胸やん。仲間も連れんと一人でようやるわ。誰だ。そっちこそうちを探してたんちゃう。じゃあお前が赤目。まあな。そんなジロジロ見んといてくれる。ホームレスたちを仕切ってると聞いたんでな。もっと違う感じを想像してた。他にもいろいろやったんで。うちは何でも屋や。便利屋とか情報屋とか客によって呼び方はいろいろやけど。ほら、いつまでそのあんちゃん使うんどろん。で、うちに何の用や。あらまあ、その赤虎ってことはあんた渡瀬組の客やな。ああ、鶴野って男からあんたにこいつを見せろと言われた。ああ、なるほど、了解や。オッケー、そしたらついてきてくれる。待てよ、こっちは何もオッケーじゃねえ。あんたは鶴野の何なんだ。手下ってことでいいのか。うちはそんなんちゃうって。鶴野さんとは直接会ったこともない。ビジネスだけのドライな関係や。なんだと。じゃあ花輪のことは。花輪？なんなんそれ。おい、冗談だろ。うちに何期待してたか知らんけど、まあ任しとけ。ついてきて。ガキの頃、怪しい人にはついていくなと教えられたんだがな。うちはヤクザとちゃうで。だからって仇とも言えなさそうだ。まそれはそうかもな。なんて読んだらええ。本当に鶴野から何も聞いてねえんだら。全然、うちは赤虎持ってる人をおもてなしするだけや。あんたこそ何も聞いてへんの。ああ、もてなしって何のことだ。へえ、そら脅かしがいがあるな。その赤虎はとある場所への通行証なんや。まあすぐ行けるところやないし、とりあえず腰落ち着けようか。上流だ。ん？俺のことは上流と呼んでくれ。改めまして、うちは赤目や。そんなら行くで、上流。はあ。ここは？うちの事務所や。普段は人入れへんのやけど、赤虎のお客やし特別。事務所って割にはボロいっちゅうんやろ。昔はオデッセイいうキャバレーの倉庫やってん。ま、汚いとこやけどどうぞ。生体認証。うん、後で上流も登録しとこな。どや、ここが赤目さんの事務所やで。まあ例のとある場所に行かへんうちは好きに使ってええよ。外と随分印象が違うもんだ。あんまり羽振りええとは悪者に狙われるやろ。仕事柄裏の人ともつながってるし、用心のためや。何でも嫌だったな。法律も気にしねえタイプか。笑わせるわ。赤虎持ってる人が何言うてんの。まあのんびりしてて。あ、上流の名だけ登録させてな。そしたら自由に出かけてってええから。
よっしゃ、これで完了や。もうええよ。んー、かわいい目してんのに、なんでずっとグラさん？あんたただの案内人なんだろう。だったら詮索はなしだ。そんな意地悪言うんや。まあとにかく、もう外に出てもええし、話の続きしてもええよ。うちはしばらくここにおるからな。さて、これからどうする？上流。あんたは何者なんだ、赤目。何でもや言うたやん。まあ合法非合法問わず大抵のことはやるかな。一番稼げてんのは情報屋の仕事やね。ホームレスたちの面倒を見て、代わりにいろんな情報をもらってる。それがホームレスを仕切ってるってことか。多分旗から見たらホームレスの支援してるとか思われてんちゃう。大阪は日本で一番ホームレスが多いんやって。そういう土地柄生かしたビジネス考えな、うちみたいな中小はやってけんのよ。とある場所へはすぐに行けないのか。今からはちょっと無理やな。明日にしよう。それに行ったら最後、あそこは万全の体調で行かんと後悔するで。悠長にしてる場合じゃねえんだがな。まあとにかく、とある場所は明日のお楽しみや。今日はもうゆっくり休んだらええ。お前はどうすんだ。まだまだ酔いの口や。うちは仕事が山積みなんや。寝込み襲ったりせえへんから安心して。寝るときはそこのソファー使ってくれる？おっと、ゆっくり休めた？上流。ああ、おかげさまでな。昼に起こそう思ったんやけど、ぐっすり寝込んどったから。悠長にしてる場合じゃねえんだ言うてカッコつけてたのにな。謝った方がいいのか。ええね。その代わり今日はちょっと立て込んどってな。例のとある場所に行くんはしばらく待ってくれる？悠長にしてらんねえのは本当なんだ。場所さえ教えてくれりゃ俺一人で行く。あかんって。あそこはうちが一緒に行かな。そない簡単なとこちゃうんやで。おい。そしたらな、上流、物は相談や。うちの仕事を手伝ってくれ。赤虎持たされてるくらいや、腕っぷし自信あるやろ。仕事が早う片付いたらその分すぐとある場所行けるで。いい加減そのとある場所ってどうにかなんねえのか。なんなんだそこは。せやな。あそこは知る人ぞ知る VIP たちの秘密の遊び場や。通称キャッスル。キャッスル？普通に探したってまずたどり着けへんで。選ばれし者だけが出入りできる。例えば赤虎持たされた人とかがな。どうする、上流、うちの仕事を手伝ってくれる？早うキャッスル行きたいんやろ。足元見やがって。わかった。ならさっさと片付けてやる。よっしゃ、やっぱそうこうへんとな。ほんなら早速始めよう。うちはこの蒼天堀でホームレスの人たちを情報源にしてる。そのことは言うたやんな。そうだったな。そのメンバーたちから助けてくれ言われててな。最近ホームレスの人たちがちょっとずつ姿消してるって言うんや。どうも囲い屋がさらっとるらしいんよ。囲い屋？せや。ホームレスかき集めて彼らの生活保護費絞り取る連中。その手口はこんな感じ。まずそこらのホームレスに家賃ゼロ、三食付きで住まわせたるっちゅうて狭い部屋に何人も押し込める。そんで
生活保護費申請させてなけなしのとこからさらにピンハネするわけや。特に何も知らんホームレスなりたての人たちが狙われる。貧困ビジネスってやつか。一遍囲われた人は通帳やら取り上げられてもう逃げられんようになる。ひたすらゴミ屋敷みたいなとこに寝かされるんや。ほんまの意味での飼い殺しやな。でお前は俺に何をしろってんだ。もちろんその囲い宿もをぶっ飛ばして被害者たちを助け出すんや。それが人の道やないの。おい待てよ。そいつはどっかの組のしのぎかもしんねえぞ。蒼天堀のヤクザなら大抵近江連合の息がかかってる。もし相手が近江でもやんのか。当たり前や。こんなん関西の極道がやっとるなんて恥やで恥。ケツ蹴っ飛ばして蒼天堀から追い出したる。ずいぶんと威勢がいいな。じゃあその囲い屋は何人くらいいる。仲間は俺たち二人だけか。ん、囲い屋潰すんは上流一人でやるんやで。うちはその後の面倒見るんが仕事やないの。おい、なんだと。たく、やっとわかった。お前最初からそのつもりで俺を連れてきたな。まあまあ、義を見てせざるは言うなきなりって言うやろ。その辺できとる人やないとキャッスルには入られへんで。そうかよ。じゃさっさと囲い屋の場所を教えてくれ。挨拶がてら殴り込んでくる。さすが赤虎の男。場所は大まかにしか分からへんのやけど、囲い屋らしき連中は蒼天堀の橋降りた川沿いあたりによう出るんや。な、ええやろちゃん、屋根壁のあるぬくい家の中で寝起きできるんやで。犬猫やないんや。人間様がこんな寒空の下で寝とったらあかんて。あれ方は今騙されと思って一遍ついてきよ。そんな、わしは別にここでええし。あんたのために言うてんねんで。うちなら他のお仲間もいるし寂しない。せやけど、そないうまい話に飛びついてええことなかったさかい。わしは今こんなんなってるんや。やり直せるもんならやり直したいで、ほんま。クソが、ええ加減にせえよ。こら、何遍同じこと言うとんねん。さっさと来い言うとるんや。なんやこれ、おっさん。お前ら囲い屋が随分大っぴらにスカウトしてんだな。せやったらなんやねん。囲ってるホームレスたちはどこにいるんだ。彼らを解放してもらう。誰やお前、正義の味方気取りかいな。だったらどうする。わしらは近江連合のもんやで。今ここで頭下げるんやったら金で済ませたるわ。さもなきゃ。お前らに下げる頭はねえ。さもなきゃの方で話を進めてくれていい。上等やないか、おっさん。ええやろ、ぶっ殺したな。ホームレスたちはどこに囲ってんだ。それは大海の極道も質が落ちたな。ホームレスのなけなしの金まで狙ってどんだけ腐ってやがんだ。余計なお世話や。囲った人たちをどこにやった。歯が全部揃ってるうちに話した方がいいぜ。よ、四つ寺海岸、小区町西にある、あそこの2階や。
わかった。じゃあしばらく寝てろ。お、おきに。おかげで助かったわ。ああ、さっきのやつら鬼連合を言うてたで。あんた大丈夫なんか。この町に長居する気はないんだな。あんた、え、もし頼る当てがないんだったら、赤目ってやつを知ってるか。この辺でホームレスたちの面倒を見てる。いや、わしゃ最近ここ来たばっかなもんで。人に聞いて探せばすぐに見つかるはずだ。その気になったら頼るといい。赤目ですか。ああ、じゃあな。おい、何勝手に入ってきとんねん。ここは関係者以外立ち入り禁止や。寝ぼけとるんか、おっさん。ここにホームレスが押し込められてるって聞いてな。このフロアが全部そうなんだ。あ？おい、おかしな客が来とんで、わけのわからんこと言うとら。どこのどなたか存じまへんが、どうぞお引き取りを。この部屋、外から鍵かけてんだな。中にホームレスを閉じ込めるためか。なんや、面倒なお客やな。人んち来て説教垂れんなや。ぶち殺されんで。おい、何しとんねん、我。長いこと換気もされてね。どれ、随分勝手な真似するやんけ。覚悟できとるやろな。なんなんや、あんた。随分かき集めたもんだ。こんなことしてただで済まんぞ。わしらは組の人間や。大見連合やぞ、こら。そのコッパだろ。よほど食い詰めたと見えるな。こんな忍びに手出しやがって。大見連合だったらなんだ、上にでも泣きつくかね。だが、いくら弱小の組でも、たった一人に潰されたとあっちゃ、もうここからは出歩けない。おまけに、大海の看板に泥を塗ったんだ。騒ぎにしてバカみんなはお前らだぜ。あんた、何もいや。おとなしく囲った人たちを解放しろ。今日のことは、ここだけの話にしといてやる。こいつはお前らのために言ってんだぜ。くそが。素晴らしいで、上流。エクセレントや。赤目、よくここが分かったな。上流ならそろそろ片付くと思ってな。外まで囲い屋さんらのお悲鳴聞こえてたで。なんやこの穴。ああ、ホームレス食いもんにしてるくせにうちの顔も知らんのかいな。ったく、勉強不足もええとこや。やかましい。わしらホームレスに寝床と食いもん支援しとったやで。それの何が悪いんや。ああ、悪いに決まっとるやろがい。都合のええこと抜かしよって、この三下こないゴミ屋敷に行産詰め込んで何が支援や。
勝手に外にも出れんようにして。せやったらお前が代わりに入ってみ。囲ってた皆さんの通帳、身分証、書類もろもろ全部出せや。せやないとまた上流の鉄拳を食らわすでなあ。ああ、そういうことだ。いやー、上流めっちゃ強いんやな。おかげさんで罪なき人たちをいっぱい救えたわ。本当に救えたんならいいがな。ん？どういう意味？まさかボランティアでやったわけじゃねえだろ。今度は囲い屋に代わってお前があの人たちを食い物にする気か？いややな、うちはそんなんちゃう。真っ当な支援が受けられるようにちゃんと手貸しますって。どうだかな。あのな、ちょっとうちに誤解があるようやからしっかり言うとくで。うちがホームレスの人たちを食い物にすることだけは絶対にありえへん。あの人らには昔個人的な恩義があるもんでな。それをあだで返す、人の道に外れるわ。そもそもうちが何でも屋とか情報屋とかやってんのもその恩返しが理由の一つ。うちを受け入れてくれたこの町やみんなのためお役に立ちたい一心や。もちろんそれでぼちぼち稼がせてもらってんのは否定せえへんで。あんたが昔ホームレスに受けた恩義ってのは何のことだ？それはまあ、もうちょいあんたとの距離が縮まったらいつか話すかもな。なるほど。信用がないのはお互い様か。今回助けたホームレスの皆さんには見返りとしてうちのお仲間になってもらう。で、さらに充実した赤目さんの情報網は彼らをより安全に守ることだってできる。つまりそれってウィンウィンの関係ちゃう？今までもそうやって情報網を作ってきたわけか。せやけど今回は一気に大量や。上流のおかげや。約束通りキャッスルにご案内すらな。やっとだな。とその前に。ん？なあ上流、あんたやっぱり大した腕っぷしやん。だから頼むわ、これからもうちの仕事を手伝ってくれへんな。お前の仕事を？うちは仕事を来るもの拒まずの何でも やねん。けど業務によってはどうしたって向き不向きっちゅんがあるやろ。上流のパンチ一発で済むのをうちがペシペシビンタ100発食らわして制覇すんのも頭悪いやん。もちろん芝生相手はさっきみたいなクズに限るし、世のため人のためのお仕事や。俺は用事が済んだらすぐに蒼天堀を出ていく身だ。そうな。だからその間だけでよけりゃ手伝ってもいい。お、ほんまに？ええー、ってええー、って。そしたら早速なんやけど、キャッスル行くまでもうちょいお仕事を頼んでもいい？おい、なんだと？分かってるって、急いでるんやんな。けどこっちの支度もあるし、出発は夜になってからや。それまで少し時間あるし、ちょっとだけうちとお金稼いどこな。はあ、夜までだな。いやー、しびれるわ。ほんまお気に。ああ、いらっしゃいませ。はじめまして、あゆです。今日はご指名いただきありがとうございます。一緒に楽しみましょうね。
ああ、そうさせてもらうよ。わあ、大人の余裕。こういうお店って慣れてらっしゃるんですか？まずはお酒作りますね。次何飲まれますか？すいません、こっちお願いします。お疲れ様です。いただきます。ジョウリュウさん、さっきからじっとしてどうしました？ついつい見とれてた。実は気づいてました。ずっと胸見てますよね。見られてる方は結構わかりますよ。最近寒くなってきましたよね。ここに来るまでも寒くなかったですか？ああ、もうすっかり冬だな。もう冬なんて一年が過ぎるの早いですよね。お酒お湯割りにしますか？温まりますよ。ありがとうございます。また来てくださいね。そうやな。おい。おう。ん？ちゃう。
何？ジョリ。ああ、頼むわ。おう。ちょっとええか？いいよ。
ああ、花は早かったですね。もっとのんびりでも私は全然平気でしたのに。もう大丈夫だ。よく頑張った。やっぱ伝説の竜いうのは伊達やないな。獅子堂から聞いております。ついさっきあの闘技場を勝ち上がってもうここに。つるの、ずいぶん花輪を可愛がってくれたな。あんたがもっと早う俺らにつく言うてくれてたら、こんな痛い思いせんですぐあの家へ送ったりましたのに。俺はこれあんたのせいや思いますわ。桐生さん、ふざけるな。お前にはきっちり落とし前つけてもらう。俺らにつく気はないんやな。ずっと大道寺に尻尾振って生きていくわけや。そっち行ったとこであんたはこの先何も手にできん。ほんまにそれでええんか。人の心配してる場合じゃねえだろ、ツル。お前の人生だってここでもう先がねえかもしんねえんだぞ。ほな、しゃあないな。よし、行くぜ。やってるよ。ふっしゃあ。へい。あなた一人で助けに来てくれたんですか。言いにくい話なんだがよ。他にあんたを助けようってやつはいなかったんだ。まったく礼を言わなくてはならないようですね。あなたは命の恩人です、上流。まだこれで終わりじゃねえ。なんであんたがこんな目に遭わなきゃならなかったのか、あいつから全部吐き出させてやろう。たっぷりお前をもてなしてくれた礼も兼ねてな。それはいいですね。最高です。鶴野、聞きたいことは山ほどあるが、まずはっきりさせときて。お前らのバックにいるのは本当に渡瀬なのか。まだそこから疑われとったんですか。用心深いことで。俺は正真正銘渡瀬組の頭や。親父からはこう言われてました。今こそ桐生さんの力が必要やと。近江連合と、それから東条会のために
登場会のため？どういうことだ？あんたにとっても無関係な話しちゃいます。せやけど部外者のおるとこでは話せん。部外者？それはご挨拶ですね。ここまで痛めつけておいてまだ私を部外者と。やったのは全部獅子堂やったやろ。俺は止めんかっただけや。これだからヤクザ嫌いですよ。まあわかりました。何にせよ一旦場所を変えましょう。蒼天堀にもいくつか大道寺のアジトがあります。今度は私が聞く番ですが、覚悟してくださいよ鶴野さん。誰かがあなたを痛めつけても私だって止めません。それでお合い子ですもんね。桐生さん、これが正真正銘最後のチャンスや。うん。大道寺の首は外すんやったらそいつの口を塞ぐんや、今ここで。そしたら後のケツは俺と親父で持ちます。この先一生そんな奴らの言いなりでっか。そんなんが堂島の竜と呼ばれた男の末路かいな。お前らは俺に何をやらせたいんだ。それは近江連合と東条会、この二つを解散さすんです。うちの親父と東条会の六代目堂島大吾、二人の共同宣言って。何？そんためにあんたの力が必要やと親父はそう言うてる。どういうことなんです？親父が来月出所を控えてるのはご存知で。そういえばそのくらいのはずでしたね。無所を出たら近江の本部で大阪中の組員に迎えられます。そこであの人は警察に当てて近江連合の解散を宣言する。今潜伏中の東条会の幹部たちも来る手はずや。そんで両組織の同時解散を宣言する。渡瀬がそれを望んでるのか。大吾たちもだが、なんで。もう極道の実態は暴対法の包囲網でニッチもサッチもいかん。末端の組員が一人暴走しただけでトップがパクられる。使用者責任や言うてな。実際うちの親父も今それで無所におる。警察や政治家の人睨みで檻に放り込まれるんや。いずれ極道の大門は奴隷の証と変わらんようになるな。だからそうなる前に組の解散。そうです。群れごと首をはめられたら最後。それはもう二度と外せん。極道たちはみんな歯向かうことも逃げることもできずに先細って終わるだけや。東条会の六代目も同じ考えを同じ時期に持ったけど、何万にも膨れ上がった組織を一斉に解散させるとなれば、おおあれや、反対する奴も山ほど出てくる。日本一でかい大門しょった極道たちがや、到底抑えきれるもんやない。ただ伝説の竜と呼ばれるような男がおったら少しは話変わるかもな。おあいにくですが桐生一馬はもう亡くなっています。そうですね、上流。それともやはり私の口を塞いで鶴野さんに乗りますか。もしあなたがその気なら私には止めようがない。約束します、桐生さん。近江連合最後の仕事や。大道寺出し抜いて
あんたはもう一遍死んだことにします。そしたらあんたは自分の人生を取り戻せる。悪い話やないでしょう。沖縄の子供たちともまた会えるように。うるせえ。もう黙れ。キリュウさん、花輪を殺すなんざ問題外だ。お前の話に乗る気もねえ。それと二度と子供たちのことを口にすんな。あいつらは俺たちと何の関係もねえ。花輪、こいつで大道寺に無事を知らせろ。それでもうこの話はしまいだ。ええんでっか、ほんまに。いつか必ず後悔しますぜ、キリュウさん。もう黙れと言ったはずだ。鶴野にはしばらく蒼天堀のうちのアジトで尋問を受けてもらいます。その話によって大道寺の渡瀬への対応も変わってくるでしょう。ああ、あなたは少し休んでから来てください。お疲れでしょう。アジトの場所はまた後で連絡します。珍しく優しいんだな。命を助けていただきましたのでね。ですが一応聞いておいてもいいですか。うん。さっきの状況では鶴野と組んで私の口を塞ぐことはそう難しくなかった。私のような日陰者が姿を消してもまず表に出ないでしょう。すると私組の提案は決して悪い話ではなかったはずです。また沖縄の子供たちと会えるようになるなら、あなたは私を見殺しにするだけでよかった。なのになぜ助けてくれたんです。俺は大道寺に向かって自分から死んでやるって啖呵切ったんだ。もうこの先の人生に何かを望んでいい立場じゃねえ。そんな俺のために他の誰かを死なせらんねえだろ。さすが伝説の極道。一度決めた筋は必ず最後まで貫き通すというわけですね。そんなんじゃねえ。だが俺の周りにはそうやって自分を貫いて死んでいった人たちが大勢いる。いつかあの世でその人たちに会った時、恥ずかしくねえようにしときて。もう俺にできるのはそれくらいのもんだ。なるほど。今ので答えになってたか。ええ、十分です。お引き止めしてすみませんでした。改めてゆっくり休んでください。わかった。ただ今さらですが、くれぐれも人目を引かないように。ここは近江連合のお膝元です。あなたの顔を知る人間も多いでしょうから。上流待っとったで。あんたの体が空いとったらこっちは頼みたい仕事がいくらでもあるんや。俺はずっとさらわれていた仲間を助けたとこなんだが、まあ体は空いてる。さすがやな。そしたら早速やけど、実は今キャッスルの闘技場で上流コールが起きとる。ん？なんだそりゃ。あんた
目の肥えたキャッスルの客に認められたんや。ニューヒーローとして歓迎されとるっちゅうこっちゃ。今度は前座のカマセイヌとちゃうで。あんたはスター選手としてあの闘技場に求められとる。対戦相手は世界でも指折りのガチ勢や。地下格闘技で言うたら世界最高峰と言ってええやろ。これ聞いてどないや、上流。あんたも生粋の戦う魂を持つ男。またキャッスルのあのリングに戻らずにはいられんな。せやんな。まあ確かに嫌いじゃねえよ。だが俺が蒼天堀でやることは大体済んだしな。わざわざあんたにヘリ出してもらってまでキャッスルに行くのは悪い。そんなあかん。何遠慮しとんねん。キャッスルのお客さんたちはみんなあんたが来んのを待ち望んでるんやで。こんなに人から求められることなんてそうそうないわ。うちもあんたの戦う姿がまた見たい。せやからええやろ。今からすぐまたキャッスルに行こう。今からすぐって急に何なんだ。それが実はうちな、闘技場の受付に上流はメインイベントにも出ますって契約してたんよ。なんだと？いや、わざとやないねん。けど受付で登録した時の書類にちっちゃく書いてあったんや。せやから上流には少なくとももういっぺん戦ってもらわな、うちが違約金払わなあかんな。頼むわ上流、うちの顔立てるためと思て。そうか、しょうがね。わかったよ。じゃあまたそのうちにな。それもええやけど、今まさに上流コールが来てて、今夜行ったら特別ボーナスが出るんやって。なら今すぐ行った方が断然お得やないな。な、どうやらマジで言ってるみてえだな。あんな、せやね。いや、あのね、